ロバート・レッキーはアメリカ合衆国の軍人、作家。青年期に彼はアメリカ海兵隊第一海兵士団に所属し、第二次世界大戦に参加した。機関重視及び情報部隊員としてガダルカナルの戦いをはじめとする戦闘に参加し、その経験は後の著作活動に大きく影響した。ロバート・レッキーは1920年12月18日に、 ペンシルベニア州フィラデルフィアでアイルランド系カトリック教徒一家の8人の子供の一人として生まれた。彼はニュージャージー州ラザフォードで成長し16歳の時に発見サックのバーゲンイブニングレコード紙のスポーツ記者としてプロの分泌生活を始めた。1941年、真珠湾攻撃の後にレッキーはアメリカ海兵隊に入隊した。彼は 第一海兵師団で、偵察要員及び、機関重視として、太平洋戦線に従軍した。第一海兵師団の主要な戦闘に参加したが、沖縄戦には参加しなかった。レッキーは、ペリリューの戦いにおいて爆風による、負傷のため帰国し、その戦闘経歴は終了した。戦後レッキーは、AP 通信、バッファロークーリーエイコールエクスプレス紙、ニューヨークジャーナルアメリカン紙、 ニューヨークデイリーニューズ紙、ザスター・レッチャー氏などの特派員として働いた。彼は幼少時から林家に住むベラ・ケラーと結婚し、3人の子供、デビット、ジェフ、ジョアンタイを設けた。妻のベラによると、1951年にブロードウェイで南太平洋を観激した時、彼は途中退席し、私は本当は何があったのかを話さなければならない。 人々に戦争はミュージカルではなかったのを知らせなければならない。と語り、回想録の執筆を思い立ったという。彼の最初のベストセラーとなった個人的回想録、ヘルメット・フォー・マイ・ピローは1957年に出版された。レッキーはアメリカ合衆国の戦士に関する著書を40冊以上表し、 その範囲は18世紀のフレンチ・インディアン戦争から1991年の湾岸戦争まで及んだ。ロバート・レッキーは長期にわたるアルツハイマー賞との闘病生活の後、2001年に死去した。レッキーの回想録、ヘルメット・フォー・マイ・ピローは、ユージーン・スレッジのペリリュー、沖縄戦記と共に2010年の HBO のテレビシリーズ、ザ・パシフィックの原作となった。 ベッキー役は、ジェームズ・バッジデールが演じた。ありがとうございます。